和田アキ子腎臓の腫瘍摘出手術のため休養の大友康平にエール、希望を持って生き様を見せてほしい。歌手の和田アキ子73が20日パーソナリティを務める日本放送ゴッドアフタヌーンアッコのいい加減2000回土曜前 11:00 に出演。ロックバンドハウンドドッグのボーカル大友康平68が腎臓の腫瘍の摘出手術を受けるため休養すると発表したことについてコメントした。所属事務所によると昨年11月に受けた定期検診で気になる所見が認められたという。自覚症状はなく、その後も活動を続ける中で検査入院し腎臓の腫瘍が確認された。現在入院はしていないが、今後再び検査入院する。結果次第では2月中には手術を受け早期の回復を目指す。これに伴い3月に仙台、大阪、東京で前後公演を予定していたツアーは中止。振り替え日程やチケットの払い戻しなどについては調整している。これについて和田は、腎臓っていうのはあんまりいいイメージがないんですよね。無言の沈黙の臓器っていうのはとしながらも、でも早期発見ですからね。定期検診で見つかったっていうと語った。でも希望を持って、ね、元気で自分でやっぱりロックンローラーって言ってんだから、生き様を見せてほしい、生き様をね、とエールを送り。だから不安になるのもわかるんだけど、なんか気持ちが一番、何でも聞いて言うじゃない、元気とか勇気とかねと話した。今は、早い、早期発見はほとんど治るって言いますからね。希望を持って挑んでいただきたいと思いますと力を込めた。